基本的に英語の面接っていうのは大体これを聞くなっていうのがあるんですよ。 My strong point is communication でもいいんだけど、転職とか考えてんの？本当にそう思ってんの？いや本当にそう思ってます。あHey everyone, it's TK, your English coach! 皆さん、こんにちは。2万人以上のビジネスパーソンに英語を教えてきた、ビズメイツの英語コーチのヒカです。どうも、こんにちは。生徒の西川です。いや、ヒカさん。はい。こう、いろいろ今まで聞いてみましたけど、やっぱり、英語で一番難しいなって僕思ってるの一個あって、うん、英語面接がやっぱり一番難しいんじゃないかなって僕思ってるんですよ。はい。転職とか考えてんの？いや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 、というわけじゃないんですけど、聞かれた時に明確に答えるっていう点では、面接が一番問われるなと思ってて、はいはい、面接できる英語力があったら、うん、もうどこでも何でもできるかなって思えるかなって思ってますね。ああ、なるほど。面接は確かに難しいよ。すごいプレッシャーがね、普通の会議とかねとちょっと違うので、うんうん、でも基本的に英語の面接っていうのは大体これを聞くなっていうのがあるんですよ。あ、そうなんですね。どの面接でも。それはね、カーブボールって言って、うん、何それこんな質問するのっていうのもあるけど、基本的にはだいたいこの5個の質問してくるなっていうのはありますから。なるほど。そこを押さえとけばある程度、まあ、面接がうまくいくんじゃないですか。なるほど、うん、志望理由は何ですかって聞かれた時に、うんうんうん、なんて英語のフレーズで言っていいのか分かんないなと思ってるので、よく聞かれる5つの質問に対してなんていうフレーズで答えればいいのかっていうのを今日ちょっとぜひ教えてもらえたら、英語面接できるようになるんじゃないかなって思ってるんで。 No problem。まあ、今回の動画でですね、私もほぼ確実に英語の面接ではこれを聞くだろうという5つのですね、質問をセレクトしてですね、うん、紹介したいと思います。そしてその5つの質問をこう答えればいいよっていう、まあすごい便利なフレーズですね、はいはい、を紹介したいと思いますので、最後までぜひ見てみてください。じゃあこれで僕も面接対策します。なんでや。最初の質問からいきます、はい、もう大体このパターンでいきますね、はい、これは、まあ、私も英語で面接するときは必ず聞く質問なんですけども、はい、自己紹介ですよね。 Could you tell me about yourself? Could you tell me about yourself? はい。そしてこれを答えるときには、そんなね10分も20分も話すものではなくて、履歴書に載ってる内容っていうのは履歴書見れば分かるじゃんって私いつも思うんですよ。あ、そうですね。どこにいたって書いてますからね。そうそうそう、はい、なんか英語の面接で履歴書をいきなりこうやって読んでいく、読んでいくっていうか、その内容だけ話すと、うん、いやこの人ちょっと分かってないなって思っちゃいますので。あ、じゃあどこが、何がもうちょっと英語だとというか、うん、その海外の面接だとその自己紹介で言わなきゃいけないポイントになってくるんですか。やっぱり自分の人生のストーリーみたいのをもう本当に2分ぐらいでまとめて話すっていうのが大事なんですね。私は日本から来ましたっていうとことか、まあ、いつアメリカに来たとか、やっぱりこういう話もあった上で、どこ学校行って何勉強してきて、そして高校の会社で働いてこういうことを学びました、こういうことを達成しました、そして今後はこういうことをしたいですっていうのが自己紹介なんですよ。あ、じゃあでもなんか珍しいというか、日本だとなかなかやらないなと思ったのが、うんうん、今後はこういうことをしたいですっていうところまで自己紹介だと結構言わないかなって僕は思ってて、あ、なんかこれまでこういうことしてきましたっていうのは日本語でも言いますけど、こういうことを目指してますっていうのは後で質問来るからいいかなとかで終わって言わないとかがあるのが最初で言うっていうのが意外だなって思いましたね。なるほど。いや、今後こういうことやりたいですっていう自分の夢っていうのはめちゃくちゃ重要な内容じゃないですか。すごい大事ですね。 そして、うん、やっぱり話すべきだと思っていて、将来何考えてんのって聞いてくれないとそれ話せないってなったら非常にもったいないので、自分でそういうチャンス作って話したらいいと思いますね。じゃあ実際にどういうフレーズでやるかですよね。そうですね、はい、やっぱそう言われてもなんて言っていいか分かんないですもんね、はい、私だったら I was born in、Vancouver, Canada、うん、I grew up、in Vancouver、うん、and I have two brothers, an older brother and a younger brother から入りますね、はい、じゃあ結構短くてそこはよくて、うんうんうん、そこではまあどこ生まれのどこ育ちで家族としてはっていうのだけ簡単に言えばいいですね。そうですね、ちょっとだけそのパーソナルタッチっていうか、うん、ちょっと自分の人間性をそこで伝えるっていう役もありますので、うん、ファクトベースだけでここで勉強しました、ここで働きましただけだと距離感感じるじゃないですか。あ、そう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 、じゃあちょっとなんか人間見出すって意味でも最初言った方がいいってことで、はい、はい、なるほど。そして学校ですね、学歴っていうか、うん、それで I went to 何々 university and I majored in design とか I majored in science、うん、
こんな感じですね。なるほど、うん、そしてストーリーなので、じゃあ学校卒業しました、そしてその後いろんな夢あったじゃないですか、はい、やりましたね、うん、そこの夢、私は最初はこう思ってましたからこういう会社に入りまして、そして次の会社に行ってとか、こういう話になってくるんですけども、うこういうフレーズがいいですね。 Well, after graduation I wanted to become a marketer、yeah. because I was interested inProducts とかね。うん、なるほどなるほど。西川さんはどうなんですか？最初はですね、I wanted to be a sales. あ、really? Because so sales is most important factor of company. Ah, yes, yes, very important. Yeah. あ、いい答えですね。I wanted to、become a salesperson because sales is the most important factor for a company. って言ったよね。はい、いや、いいですね、いいですね。いや、会社にとってやっぱり売り上げですよ。売り上げがなければ運用できないので、うん、重要ですね。で、そしてじゃあどの会社で働いて何を学んだ、何を達成したっていう話をしていくといいですね。うん、My first company was ABC Company.Where I learned the basics of、sales and marketing in my first three years. 例えばね、はいはいはい、例えば、うん。そしてその3年間で、まあ、いろいろ学びましたよね。そうですね。さあね、そこで、My first company was 何々 company where I learned 何々、うん、to do 何々。So, my first company was ABC Security Inc.、うん、where I learned、basic skills of sales. Oh, I see, I see.、Yeah. で、そして次ですよね。Then I worked at BBC company where I became the best salesperson in 2007. ここはどういうことをやったかっていうのをアピールしていく場所ですね。そう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 。こういうことを達成しましたと。ただここで働いてましたじゃなくて、うん、こんなことできましたっていう一つ入れるとすごいいいですね。なるほど。売上が 130% 去年より成長しましたとかね、はいはい、あの MVP 賞取りましたとか、そういうの少し入れるといいです。 Then I workedAt ABC Printing Company、うん、where I launched a new service. Oh, I see.、Yeah. 新しいサービス。新しいサービス出しましたね。出したんだ、すごいですよね、はい。そうそう。And finally, まあ、finally って、3社？これ今4社目なんですけど。4社目、そうそう。まあ、3つ目だ。After that, I worked at 何々 company where I was promoted to leader とかね。ああ、そうですね、うん、でもまさに After that,、うん、I worked at ABC Web Agencies、oh. Where I was promoted to a leader. Oh, I see. And finally, I worked at 何々 company、まあ、こんな感じですね、うん、そして自分の経歴をですね、ストーリーのように説明していきますと。じゃあどこのカンパニーにいて、はい、Where でその後つないでどんなことやったっていうのを言えばいいですね。そうですそうです。なるほどなるほど。そしてそこで終わるんではなくて、簡単に自分のキャリアの目的、ゴールっていうのをちょこっと言えるとまたいいですね。なるほどなるほど。そして今の受けようとしている会社とどういうふうにつながるかっていうのをちょっとだけ見せると非常にいいです。例えば、My career goal is to become a manager of the marketing department at a major company. I have experience managing a small team and growing the business and launching a product. So, I'm looking for a company that will give me the opportunity to grow in a management position in the marketing department.まあ、ちょっと長かったけど今の中で、うん、じゃあキーになるフレーズとしては、うん、そう My career goal is to でどうなりたいかっていうのを言った後、はい、これまでの経験で、うん、I have experience in なんとか、うんうんうん、で今どういう会社を探してるっていうので So I'm looking for a company that I will give me the opportunity to でこういうことをできる機会を探してる。そう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 。なるほどなるほど。そうすると全部まとまってるじゃないですか。こういうモチベーションがありますと、こういう目的があります、うん、そしてこういう経験があると、うん、そしてこういう会社探してると、うん、ぴったりじゃんうちとってなればもうマッチなので、うん、そこであちょっと合わないなっていう場合だったらそれはしょうがないじゃないですか、うん、もうマッチングなので面接でみんな緊張するんだけど緊張する必要がなくってダメだったら自分がダメじゃなくてその会社と合わなかったっていうだけなので、うん、ここで正直に自分はこういう目的持って受けてるんですよっていうのを伝えるのが大事だと思う。まあさあねこの So could you tell me about yourself? この自己紹介の質問っていうのは結構深くてやっぱり一番難しいっていう
言われますね、みんな。確かにそうですね、はいはいはい、ではちょっと簡単にまとめますけども、はい、まあ、この自己紹介の場合ですね、 Could you tell me about yourself に質問答えるときには、うん、最初は少し自分のパーソナルの情報ですね、うん、生まれとか実家とか家族の話をちょこっとすると、人間味を出すと、うん、そして自分の学校ですね、学生時代の話、そして学校卒業した後の夢、最初何を目指してたっていうとこと、うん、そして会社の経歴ですね、経歴1個ずつ、でも1個ずつ会社話すだけではなくて、どこで働いた、そして何を学んだ、うん、何を達成したっていうのをちゃんとストーリーに作っていって、自分が成長してったよっていうのをちゃんと綺麗に見せるっていうのが大事で、うん、そして最後に自分が今後何やりたいかですよね、うん、自分のゴール、キャリアのゴール、そして今まで経験してきた自分の強み、そして今後こういう会社を探している、こういう仕事を探しているというのを伝えるということですね。これができればもう最高です。じゃあ2つ目の質問がですね、 Why do you want to work for this company? Why do you want to work for this company? なぜこの会社で働きたいですか。あー、でもこれはもうすごいやっぱ一般的なんですね。日本語でも志望動機は何ですかって聞かれるのと一緒ってことですよね。そうですね、なるほど、なるほど、はい、僕もやっぱりたまに面接官としてやりますけど、うん、はいはい、こう調べてきてるかなっていう感じはすぐ分かりますよね。そうそうそう、でもやっぱちゃんと調べてきてる人だと、あ、なんか志望度も高いのかなって思いますもんね。そうですね、うん、そう、そして本当に分かっていてここ受けてるよっていうことが言えるので、うん、やっぱりこの業界のことをちょっと知ってたりとか、うん、もちろん会社のこと、その会社の商品のこととか、ウェブサイトに書いてあるビジョン、会社のビジョンとか、まあ、もしかしてこういう会社の文化、まあ、有名な会社だったらこういう文化あるよっていうの聞くじゃないですか、うん、まあ、もしかして知り合いから聞いたとか、あとはこのポジションですね、この仕事をこの会社でやりたいっていうのがやっぱり綺麗になんか説明できると、あ、この人ちゃんと分かって受けてくれてきたなっていうのが伝わるので、それが伝えるといいですね。なるほど、なるほど、はい、ちなみに今のだとその調べてきたことをちゃんと理解して伝えるっていうことも大事ですけど、うん、それ以外になんかここではこういうところをアピールした方がいいっていうのは何かありったりしますか。まあそうですね、それはね、自分の経験をここで生かすよっていうのを、うん、そこをつなげれると非常に面接官も、あ、真剣だなって思いますよね、うん、会社のことと自分の経験とどう合わせて活かせるかっていうのもちゃんと伝えるってことが大事ですね。そうそうそう、そうですね、うん、そうね、ただいや業界について話すときには、例えばこんな感じで What excites me about this industry is that 何々何、それどういう意味なんですか。 What excites me、 この業界で私がものすごいワクワクする理由はこういうとこなんですよっていう言い方ですね、うん、じゃあなんでこの業界に興味を持ってるのかってを表すときに What excites me about this industry is、 そう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 、なるほど、ただ This industry is 何々ではなくて、ファクトで説明してるんじゃなくて、うん、この業界で私をワクワクさせる理由はっていうとこから入ってるじゃないですか、うん、全然違うじゃないですか。全然違います。そうそうね、まあ、例えばその会社の商品とかね、はい、前から使ってた商品だったら非常に話しやすいと思うんですよね、うん、例えば、うん、I've always been a big fan of your company's product。 今はどういう内容だったんですか。あ、もう私は前からお宅の会社の商品の大きなファンでしたっていうのを伝えてますね。I've always been a big fan of your company's products. I've always been a big fan of blah blah blah. そうそうそう、ね、of your company's products. So, そしてそこでストップしちゃダメですよ。うん、もうちょっと具体的に本当ってなるから、うん、なんで好きになったかっていうのをちゃんと伝えた方がいいよ。そう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 、ね、信憑性があったりとか。信憑性ですね、があるんですよね。うん、はいはい。そうそう、その商品でもいいし、あとはビジョンですね。これも日本でもよくありますけどね。うちの会社でもビジョン書いてあるじゃないですか、はい、ウェブサイトに。やっぱり最終面接やるときに。ちゃんとビジョン、こういうとこに共感してます、ね、共感してますね、うん、英語でも同じでね、例えば I was really impressed with the vision of your company on your website。 今のはその共感したよって最初表すフレーズで I was really impressed with the vision on your website。 そうそうそう、こんな感じですね。そして、まあ、具体的にって話せばまたいいですけどね、うん、例えば社長のインタビューでこういうこと言ってたのが、うん、いや非常に心に響きましたとかね、うん、やっぱ具体例欲しいですよね。そうですね、やっぱ結構そのビジョンに共感しましたとか、はい、そのビジョンがこう書いてあったからいいと思いましたってだけ言われても、うん、そうそうそう、ちょっとグッとこないですよね。そう、ちょっと表面
面上になっちゃって、なんか電車の中でウェブサイトだけチャーって見ただけでしょってちょっと思っちゃっていて、そうそう、そうね、やっぱりちゃんとそういうとこ見ました、具体的にこういうとこ、私はこういう人だからこういうとこはすごく共感できるんですよっていうとこまで話せれば、なるほど、うちにフィットしてるなって思うんですよね。なるほどなるほど、はい、でも始まりのフレーズとしては今のやつ使うといいとこですね。そうですね、そうですね、なるほど、なるほど。そしてあとは例えばこの会社の文化、よくあるのが知り合いに紹介されましたとか、まあ、エージェントからいろいろ説明聞きましたっていうのもいいし、例えば A friend of mine who used to work here told me that your company culture is like this。 それ今のはその友達が働いててみたいなところからってことですよね、うんうん、そうですね、そうですね、うん、それでまあ前働いてた方がこの会社の文化はこんな感じっていうのを言ってましたとか、うん、そしてもう一個がその実際に受けるポジションですね、うん、このとこも I think this is the perfect job for me because 何々何ですよね。今のはどういうその最初の入り口だったんですか。そうですね、まあまあ、いろんなとこで共感してますから、この業界から商品からビジョンから文化から、うん、だから私はもうこの仕事は自分にとってはもうパーフェクトフィットだと思いますっていうのをアピールしてるんですけども、そこで because で終わったんですけど、 I think this is the perfect job for me because、 そしてここで今までの自分の経験とその会社の内容をちゃんとフィットするよっていうのをアピールできるといいですね。なるほどなるほど、はい、I think this is the perfect job for me because I've always wanted to work in a global environment with different people from around the world、うん、soAt your company, you have that work environment, and I'll be able to use my experience. まあまあこんな感じでね、なんかそんな感じのことを伝えると、なるほどってなりますね。なるほどなるほど。でもその各フレーズがあるとやっぱ入り出しとしては分かりやすいってことですよね。そうですね、そうですね、はいはい、そのフレーズを練習しておくといいと思います、はいはい、ここでお知らせです。ビズメイツの公式 LINE ではビジネス英語を勉強したい人に向けたコンテンツを配信しております。登録したらすぐに特典をゲットできます。限定の無料講座もやっていく予定です。もっと英語力を高めたい方はぜひ下の概要欄から登録をお願いします。じゃあ3つ目のよくある質問いきましょう。3つ目はまあ日本でもあるかもしれないですけど、どうなんですかね。 What are your greatest strengths and weaknesses? What are your greatest strengths and weaknesses?、うん、だから強みと弱みってことですよね。そうです、そうです。なんかよく新卒の面接とかだと聞かれたりとか、はい、あとまあ中途でもたまに聞きますけど、うんうん、どうですか、これって結構やっぱり海外だとベーシックな質問、もう本当にベーシックの質問ですね。そしてあんまりもベーシックで聞かないみたいな人もいるけど、人事の方だったら大体基本的に聞きますね、人事は。そして強み話す時と弱み話す時の答え方というのは若干違うんですけども。あ、そうなんですね。まあそうそう、そうね、強みはまあ基本的に、まあ、正直に自分の強みはこれですと、まあ、2、3個言うといいと思いますね。あ、2、3個言うといいんですね。 そしてただこれが強みですと終わるんじゃなくて、エグザンプル、エビデンスが欲しいですよね。あ、そうですね、なんでその自分が強みだと思ってるのかっていう説得力、説得力ね、はい、そう、そのネタと、そしてそれをこの会社とつなげるなんか一言。あ、そうですね、だから自分の強みがなんでこの今回のポジションで活かせるのかっていう、ね、そうそうそう、それが言えるとね非常にいいんですよ。例えば私の場合はね、コミュニケーション力がちょっと強みだと思ってますと。ヒカさん抜群に高いですもんね。そうでもないんだけどね、初対面の人とすぐ打ち解けちゃうからいやいや意外としたいです、はい、いやいや、でもまあでもね、基本的にそうですね、コミュニケーションはね、うん、得意の方で、私が言うんだったら例えば I've always been very good at communicating with everyone in the company. I've always been good at が私の強みはみたいな入り口ですね。そうそう、ね、My strong point is communication でもいいんだけど、いやでもそう、普通に考えるとそう言っちゃいそうですね、うん、でもいいんだけど、ちょっとね教材っぽく聞こえちゃうじゃないですか。あ、ちょっとなんか形式ばってるというか、そう今の I've always been good at の方がこう、そうそうそう、スムーズなんですね。そうです、そう、なるほど。そして、まあ、僕の場合はコミュニケーティングって言ったけど何でもいいんですよ、うん、I've always been good at organizing とか、 I've always been good at managing とか、 I've always been good at beingとか何でもいいんですけど、うん、そしてそこで終わるんじゃなくて、ちゃんとエビデンスですね、うん、説得力を持つためにエピソードを伝えると、うん、なるほど。例えば When I joined my current company
communication between the departments was not very good. However, I was able to become the connector between the marketing department, sales department, IT department, and product development. こういうエピソードを入れると説得力があるじゃないですか。そうですね。なんか定型のフレーズはないけど、なんかこの会社にいた時にこういう課題があって、こう良くしたよっていうやつですよね。そう。なるほどなるほど。それができると非常に説得力がある。そして最後に、じゃあこの強みをあなたの会社でこういうふうに活かせるよっていうのを一言言えると非常にいいですね。さて、例えば僕の場合、コミュニケーションの場合だったら、 So I hope that I can bring all departments to work together at ABC company as well。各部署をつなげて仲良くやれるよってことですね。そう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 。ABC カンパニーで他の部門を一緒にこうやって合わせて、私のコミュニケーション力でこうやってつなげれればいいと思いますみたいな。なるほど。ちょっとアピールする。なるほど。で、あとは今度は弱みですね。ウィークネスの場合はですね、ここはじゃあウィークネスってちょっとごまかしで答える人もいるんですよ。あ、私の弱みは働きすぎるとこですねみたいな。あ、それ強みじゃねえと。じゃね、ありますね。そういうのはね、もうバレバレだから、そうじゃなくてやっぱり正直に自分の弱みを伝えるっていうのが一番いいと思いますね、はいはい、そしてまあフレーズとしては I think my biggest weakness is 何になりますよね。 I think my biggest weakness is 何になりますか。そうそう、なるほど。まあ僕の場合は I think my biggest weakness is speaking Japanese。あ、日本語で喋るのがちょっと苦手って思ってる。そうそう、それ正直そうだもん。日本の企業会社で働いている場合は弱みなんですよね。そう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 。さあね、そこは僕にとっては弱みですと。そしてそれもちゃんとエビデンス、エグザンプルがあるといいですよね、このエグザンプルは。例えば僕の場合は When I join a meeting in Japanese、I can only understand about 50 or 60% of the content sometimes。 だから 5、6 割ぐらいしか分かってないよってことですね。そうそうそう、それってすごい問題じゃないですか。まあ、そうですね。やばいじゃん、うちの会社で5割、6割しか分かんないのみたいになっちゃうから、はいはい、どうそれを乗り越えてますかっていうのをちゃんと入れると。なるほどなるほど、それ普段は5割しか理解できないんだけど、 So in order to follow the meeting、I often have a short pre-meeting with a member、to get the information。 Then it's very easy for me to understand。 だから事前にちょっとミーティングすることで、そのより分かりやすくミーティングで理解できるようになるよっていうことをしてるんですね。そう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 。でやってますと。なるほどなるほど、はい、これが弱みで、これがエグザンプルでエピソードがあって、そしてでもこういう対応をしてますよっていうところまで話せると非常にいいです。なるほどなるほど、はい、説得力ありますね。はい、はい、でじゃあ、次の質問ですね。これよくある質問が What are your goals?What are your goals? そう、これはすごいシンプルに聞いちゃってるんですけども、本当に質問は So what are your goals in the next 2 years? とか、あーなるほどなるほど。 What are your long-term goals in your career? とか、だから2年後の自分のゴールは何ですかとか、長期のゴールは何ですかっていうのを聞いてるんですね。 そう、そしてこれはやっぱりちゃんと自分の中でもこの会社に入って1年間何やるかっていうのをある程度見えるようにしていて、そしてあとは3年後、やっぱり3年後こうなりたいっていう目的、そしてやっぱり10年後っていうのもある程度頭に持っていくっていうのは大事です。なるほどなるほど。でもほとんどの人ってあんまりそこまで考えないじゃないですか。明確にこうイメージしきれてない時ってありますよね。そうそう、でもそれを考えてる人はやっぱり非常に強いですよっていうことですね。なるほど。それでショートターム、1年以内のゴールを説明するときにはこういうフレーズがあります。 My initial goal will be to show results so that I can be recognized by the company。 まあこんな感じ。My initial goal will be to 何々ですね。 My initial goal will be to 何々。そうそう。これイニシャルゴールっていうのはどういう意味になるんですか。イニシャルっていうのはとりあえずのファーストゴールはっていうことですね。イニシャルっていうのは会社入ってからっていう意味ですね。そしてミッドタームですね。 2,3 年後っていう時には例えば And within the next 3 years I hope that I can 何々、WithinNext 3 years,、I hope that I can blah blah blah. So, 例えば I hope that I can become a manager. とか、I hope that I could take on bigger responsibility. とか、I hope that I can be responsible for new product. とか、3年後はこういう仕事をやりたいと。
なるほどなるほど、はい、じゃあこうなりたいみたいな時って結構 I hope 出てきてるんですけど、うん、じゃあこれは結構 I hope that I can とかは、うん、こういうことできると思ってるよとかってかこうなりたいよみたいな時によく使われるフレーズってことなんですね。そうですね。なんかそこで I will とか強く言うっていうのは、うん、アグレッシブ。例えば3年後にはマネージャーになりますって言ってもいやいやいやそれをこっちが決めるからって思うじゃないですか。なるほどなるほど。あ、じゃあちょっと前伸びりすぎるんですけどねそうそうそう。そしてロングタームはですねこれはね別に in 10 years とか期間はね言わなくていいので in the future I hope that one day、まあ、例えば I can work overseas as a marketer とかね。In the future, I hope that one day I can blah blah blah. そう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 。One day っていうのはその将来のある日にはっていう。まあいつかっていう。いつかっていう。そうね、明確になんか10年20年っていう必要はなくて、うん、まあいつかやっぱり海外でやっぱり働けるようにはなりたいねっていう。うん、はい、なるほど。そうそうそう。そんな夢ないですか？そうですね。でも本当に、うん、in the future,、うん、I hope that one day I can work overseas as a marketer、うん。おお、本当にそう思ってるんだ。本当にそう思ってます、ね。ああ、すごいね。フィリピン行かなきゃいけないなって。はい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 。そうだね。まだ行ってないもんね。まだ行ってないですね。今度行きましょうよ。行きたいですね。うんI hope she can bring me Philippine. これは聞くだろうという質問の最後なんですけどもこれはね一つの質問というよりこういうタイプの質問が聞かれるということですね、うん、あの英語で situational question って言うんだけど、はい、例えばねこれ一個サンプルあるんですけど、はい、Can you tell me about a time when you failed in something? Can you tell me about a time when you failed in something? そう失敗した時の話をしてくれっていうことですね、うん、そう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 、はいはいはい、こういう質問日本語でもありますよね。ありますね。なんかうまくいった時の話を教えてくれとかいろいろなんかシチュエーションに応じて具体的にどんなことしたのみたいなのを聞きたい。そういうことそういうこと、うん、シチュエーションのクエスチョンって言うんだけど、うん、そう上司と戦った時とか、うん、会社の判断に反対した時とか、うん、それを教えてくださいって、はいはい、それをじゃあどう答えるのかっていうともう本当に簡単なテンプレがあって、はい、課題だったら課題から入ります、はいまあ、もしかして背景、ねうん、課題か背景から入ってそして自分がどういう行動を取ったか、うん、アクションですねこういう行動を取りました、うん、そしてリザルトどういう結果になりましたかっていうこの3つだけなんですよ。なのでバックグラウンドもしかして問題そしてアクション、うん、そして結果この3つです。なるほど3ステップでいいってことですね。そうです。例えばですよ、うん、失敗した時のシチュエーションですね、はい失敗した時は、ちょっと背景を説明するとき、はい、なので、OK、Let me give you some background information of what happened. Let me give you some background information of what happened. そうでは、その出来事が起こった背景をまず説明しますっていう入り口の文章ってことですね。そうですね。その入り口あって、いや、それがですね、2年前にこういう状況でこうあって、うん、こういう課題があったんですよみたいな背景を説明しますと。そして次がアクション。じゃあ課題は分かったと。じゃあどういう行動を取ったのと。これはね、例えばですよ。はい So, I took action in three ways. First, I did this. Then, I did this. And finally, I did this.3つアクション取ったよとか、うん、こういうことしたよっていう時のスタートに、うん、So I took action in three ways、うん、First, blah 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 Then, finally そうそうなるほどちゃんと綺麗にまとまって分かりやすくねうん聞きやすいですね そして結果どうなったのっていうところは And in the end, we were able to 何々ああ結果こういうことが起きたよっていう時に And in the end, we are able to なんとかでできたことを言うってことですねそうそうそう、うん、We were able to resolve the issue とか We were able to increase sales We were able to reduce costs、ね、なるほどその3つの、まあ、ちょっとテンプレで考えれば全然問題なく皆さんもそういう質問を答えられますとそうですね、入り口のフレーズこれ知っとくだけで、うん、あとはもう言いたいことを言っていけばいいということですもんねそういうことです、うんはい、今回はこの5つのよくある英語面接の時の質問ですねやりましたけどどうですかいかがですかいやそうですねこの5つあったらだいぶ対応できるなって思います、うん、けどちょっとやっぱ不安だなと思うのがこのテンプレート使えばいけるっていうのはあるもののやっぱ自分のバージョンに置き換えた時に正しいのかなっていう不安とか誰かと練習しないとこう上手くならないかなって思ってるんですけどどうやったらいいですかヒカさんいやそうなんですよただね動画見てそれができるようになるわけじゃなくてやっぱり経験っていうところが大事で何度も何度も英語でこうやって相手と練習するっていうことが大事で、うん、もっと詳しく英語面接の
対策をやりたい方はビズメイツでは英語面接対策コースっていうのがありますので、ぜひそこで英語の講師と実際に自分の英語の面接練習っていうことをやってみてください。そうです、本当におすすめなのが、その自分で作った文章をそのビジネス経験あるトレーナーが直してくれるので、本当にそのまま面接で使える文章になるかなと思うので、ぜひ練習してもらえたら嬉しいなと思います。はい、今日の動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。お待ちしてます。 See you next time. See you.